郡山市に本社を置くヨークベニマルはきょう昨年度の決算を発表しましたそれによりますと売り上げは4589億9100万円で前の年よりも79億円余り増加し13期連続の増収で過去最高を記録しました また営業利益も180億1300万円と33億円の増益となりました。増収増益となった要因に昨年度県内外で新たに11店舗設けたことや新型コロナの影響で総菜事業が好調だったことなどを挙げていますヨークベニマルは今年度新型コロナの5類引き下げで家で食事をする頻度が減ることが予測されることから オリジナル商品の開発や販売を強化するなどして集客を図るとしています。